ヨトです。ビブラートができるとギタリストっぽいよ。もうできるよっていう人も多いと思うけれども、少しでもこの動画がプラスになったら嬉しい。指で持ち上げるというよりもどちらかというと手首で持ち上げる感覚かな。そんなに力はいらないはず。細い弦は上に上げるけど、太い弦は下に弾いてみよう。弦落ちしちゃうと残念な感じになるからね。ロングトーンの場合は後ろにビブラートをかけるとそれっぽいよ。ギターソロなんかでディレイとかかかってたら超気持ちいい。スピードとピッチを加速してみよう。よりロックな感じになったと思う。チョーキングと合わせるとロックンローラーになった気分になれる。さらにスライドと合わせるとスムーズに広がりを演出できるよ。弾けるから表現できるになることによって目指せ脱初心者。